ですよ、プミちゃん。ため息をつくとハッピーが逃げるのですよ。プロデューサー祭り、実はね、お姉ちゃんの帰国が予定より早くなっちゃったんだ。なんと、それは寂しいですね。でもね、お姉ちゃんにとってはすっごくいい話なんだ。ロシアの本公演の大役に選ばれたの。日本公演では軍部の一人だったんだけど、本公演でソロを任せてもらえるんだって。だから私も応援したいし、応援しなくちゃって思うんだけど、せっかく帰ってきたお姉ちゃんがすぐに帰っちゃうのはやっぱり寂しいよ。海、海ちゃんかわいそうなのです。プロデューサーさん、何かないのです？プロデューサー、今度の公演に海の姉君を招待するというのはどうでしょうか？え、招待ってお姉ちゃんを？はい、帰ったばかりでまたすぐに旅立つのでは、姉君もきっと心残りが多いことでしょう。ですがその前に、せめて楽しい思い出として海の公園を見ることができると良いのではないかと。何より妹が頑張っている姿を見られることは姉君にとって励みになるのではないでしょうか。おー、それはグッドなアイディアですな。次のライブはプラネタリウムのイベントですね。なら、ついでにプラネタリウムも見てもらって、海ちゃんのナレーションを聞いてもらうのです。でも海、ないわけじゃないよ。でも私、お姉ちゃんみたいにすごくないから、ナレーションだって初めてで下手っぴだと思うし。ダメ、そんなのお姉ちゃんに見せられないよ。なるほど、海ちゃんはお姉さんにいいところを見せたいんですね。私、どうせならお姉ちゃんにいいところを見せたい。お姉ちゃんに海はちゃんとやってるって安心して言ってほしいから。でも、海、あなたは今の自分を恥じているのですか？そうではありませんね。先ほども言った通り、今の海の姿を見せることは姉君にとっても励みになるはずです。もし海が上手にできなかったとしても、調整する姿を見せることはできるはずですよ。高根さん、プロデューサー、あ、分かったよ。私、挑戦する。それで、挑戦してるところをお姉ちゃんに見てもらう。
それでこそ高坂海です。プロデューサー、お疲れ様でした。いえ、礼を言われるようなことではありません。それに、あれは私が私自身に向けて言った言葉だったのかもしれません。プロデューサーがおっしゃられたように、故郷の皆は私の姿を見て私の心を知ってくれている。私がそう信じたいのです。プロデューサー、ありがとうございます。私もそう信じております。